災地情報番組つなぎラジオ。この番組は3月11日に起きた東日本大震災で被害のあった地域をつなぎ、情報の共有や現状、そしてどうしていくかを考え発信していきます。被災地情報番組つなぎラジオ、皆さんこんばんは。この番組のパーソナリティを務める大阪智です。3月11日の東日本大震災から復興を目指す今の被災地をつないで紹介していくこのつなぎラジオ、皆さんからのいろいろなメッセージ、そしていろいろな方へのインタビューを通してこの被災地宮城を見つめていきます。番組では皆さんからのメッセージもお待ちしています。震災を受けて今思うこと、それから被災地で実際にこういった活動をしている、そしてこういうことに困っている、何でも構いません。今の皆さんの気持ちをどうぞ番組の方にお寄せください。E メールアドレス、info@27p.jp、info@27p.jp、こちらの方でお待ちしております。さて、7回目の今夜はですね、石巻にスポットを当ててご紹介します。コミュニティラジオ FM 石巻、震災当時から、こちら、被災地の、災害ラジオということでいろいろな情報を発信し続けているコミュニティラジオなんですけれども、こちらの FM 石巻の営業部長兼技術部長であります、今野正彦さんにいろいろとお話を伺いました。インタビューはつなぎラジオの小田島ディレクターです。それでは早速聞いてください。つなぎラジオの、ディレクター兼ですね、つなぎプロジェクトのメンバーの、小田島です。本日はですね、宮城県石巻市にあります、ラジオ局ラジオ石巻の今野さんに、インタビューというかですね、これは対談というか、お伺いしたいと思うんですけれども、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、今野さんの自己紹介というか、お願いしたいんですけど、私は石巻出身でして、昭和46年生まれ、今年10月で40歳になりました。ラジオ石巻で、5年ほど勤めさせていただいたんですけれども、まさかの東日本大震災に遭遇しまして、こういった機会を備えてですね、私たちも日々訓練であったり防災の呼びかけであったり、そういったこともやってきましたけれども、現実的にこういう事態となりまして、本番さながらといった本番なんですけれども、今後その本番からまた通常平常に戻るまでのですね、またラジオをどういうふうにしていこうかと、そういった日々を過ごしております。実はですね、今野さんとの経緯というのは、当時僕らが、そういった復興支援の活動をやっていて、ご相談にね、最初お伺いしたのが経緯でしたね。はい、そうでしたね。いや、震災当時、私も3月19日に、和間小学校さんだったり、はい、綿の葉小学校っていう、本当に水が引いて2日後とか3日後ぐらいに、ちょっと知人たちと入った経緯があって、その時にバイクにですね、ラジオ石巻っていうステッカーのバイクがあったのをすごく覚えてるんですけど、当時どういった状況でラジオ石巻さんは、放送を続けてたというか活動してたんですか？震災当初はですね、起きた瞬間からの技術的な話になるんですけれども、停電ですよね。で、停電で当然電波を心配しますから、私はその、一般で売られているラジオの電源を入れて、まず実局の放送ができているのかということをまず確認する、役割なんですけれども、そこからは
災害時非常用のバッテリーがですね、はい、作動するようなあの、はい、仕組みになってるんですね。これ病院とか役所なんかでは当然取り入れているシステムがこのラジオ局にも備わっておりました、はいはい、まあ、その確認をいたしまして、次にその情報の収集ですよね。今町の中がどうなっているのか、そして、津波が来ようとしているのかですね、そういった停電の状況の中でもやっぱりインターネット、それから、まあ、ファックス、はい、それから通常の電話、すべてが途絶えてしまったと。そうでしたよね。当時は今いうような状況の中でもですね、その微弱につながっていた、例えば地上デジタル の, テレビの画像ですね、うん、はい、そしてツイッターとか、はい、まあ、携帯電話でもメーカー機種によっては通信できるようなものがございましたし、はい、それからパソコンのですね、こう挿すと無線で飛ぶ、はい、情報収集できるツールも、はい、たまたま持ち合わせてたスタッフがおりましたので、はい、そういったところから入ってくる情報をですね、伝えるということがまずできまして、はい、で私たちの受け入れをするためのメールアドレスの移し替えですね、うん、本来固定で備わってたパソコンから、はい、その、まあ、微弱の電波を受け入れていたパソコンにですね、はい、まずそのアドレスを移して、でそこから入ってくる情報っていうのが今屋根の上にいるから早く助けてくれないかとか、はい、うん、今うちのおばあさんが目の前で流されてしまったんだとか、まあ、ある家庭では近くの中学生8人預かってるんで名前を申し上げるから安心してくださいよとか、うん、まあ、そういった本当にこう生々しいですね、うん、文章をこう紹介することだけがこれ使命なのかなというふうに思いまして、うん、原文のまま紹介しますよと、うん、まあ、その時ばかりはもう個人情報とか、はい、そういったものはもう頭の中にはなかった、まあ、みんなスタッフの中にはなくてですね、うん、現実ありのままを、はい、放送したんですね、はい、でそこからなんですけれども、その日はですね、うん、夕方近くまでその非常用のバッテリーでなんとか 4,5 時間ぐらい放送できたんですね、はい、でその後はいつまでもそのバッテリーは持ちませんから、はい、発電機の電源に切り替える作業を私は行いました、はい、しかしながらその、発電機もですね、はい、やっぱりエネルギーがガソリンだったんですよね、うん、でガソリンも無限なものではございませんでして、はい、まあ、これがいつまで持つかという心配もあってですね、うんうんうん、近隣の住民の方々に、まあ、深く頭を下げながらですね、はい、まあ、ガソリンがあれば放送をずっとつなげていけるんですと、で私たちはそのライフラインの役割を果たす、まあ、地域のラジオ局なのでということで、まあ、いろんな方に協力してもらいました、うん、でその方々のおかげでその日の夜までは放送、まあ、夜の7時半ぐらいまで、はい、放送させてもらえたんですが、ラジオ石巻のアンテナ、はい、その電波を出すためのアンテナというのが、うん、日和山の一番てっぺんにあるんですね、はい、それで、そちらの方も停電でしたし、はい、まあ、非常用のバッテリーで放送できておりましたけども、またそちらも発電機を回しに行こうと山へ上がんなきゃと思った時にはもう、はい、町全体がもう、そうですね、日和山、まあ、ご存知の方たくさんいるかもしれないんですけれども、あそこの下まで波が、そうだったんですね、来ていましたからね、それで山に登ることができなくて、放送がその日の夜で途絶えてしまったと。で次に放送再開できたのが13日のお昼頃だったんですよ。でもうその時にも、情報をですね集める手段として、はい、その地域のボランティアの方が自分はバイクが運転できると、はい、バイクは動くと、で何かその役に立つことはないのかということで、その避難所にですね、ラジオ石巻のこうメモをですね、はい、こうバイクの後ろに貼っていただいて、はい、避難所に避難している方々から の, その家族を探しているというそのポストカードをですね、自ら作りまして、
そのメッセージカードを集めてくれていたんですよ。そうだったんですね。当時その被災された方というか、みんなそのライフラインがない中、これは放送局も一緒だったわけですから、そうですね、その中での情報収集っていうのは非常に大変な中で、そのボランティアの方たちが生にその実際に避難所に行って声を聞いて、それを発信してきたっていうのが当時の、ラジオ石巻さん の、 活動だったわけですね。そうでした、ね、放送局としての、はい、当然スタジオはですね、もう使い物にならなかったんですよ。そうですか。何一つその機械は動きませんでしたから、もう13日のお昼過ぎにはもう日和山にようやく登れてですね、そこで発電機を回しまして、もうアンテナがある施設の真下でもう青空スタジオっていうような感じで、まだ吹雪の天候だったんですけれども、もう天気の、ね、ことよりも、もうたくさんその山の方に避難されている方々がですね、一人でも自分の家族を見つけたいということで、なんかラジオ石巻が山の上にあるみたいだっていう、そういったことでこう市民全体に伝わりまして、とにかく自分の家族をですね読み上げてほしいということで、たくさんの市民の方がそのアンテナのね近くの我々が拠点とする場所に来ていただいた。そうですか、はい、その当時は本当にそういったその情報、まず情報がなかったですから、何の情報でもいいからというところだったんですけれども、そうですね、その後ですね、今お伺いしたのは災害当時の、石巻の状況だったり放送局としての状況をお伺いしたんですけれども、で今、もう11月になったわけですが、その当時に比べたらですね、ライフラインはもちろん、情報も多くなったとは思うんですけれども、でそこでちょっと一つ私の、今回今野さんにお話をお伺いするにあたって、ちょっとテーマでお伺いしたいのは、情報の共有と、ローカルコミュニティについてっていうところなんですけれども、コミュニティラジオ局と呼ばれるものですね、これはまず何なのかとかですね、そうですね、そういったところからですね、少しちょっとお伺いできればと思うんですけども、ラジオとはですね、全国ラジオもありますし、それからネット配信だったりですね、それから県域ラジオ、それから、私たちのような小さなコミュニティ FM といういろんな種類にこう分けられる中で、私たちがこう行っているラジオというものは、もちろん総務省とかからきちっとした免許事業でございまして、違法電波ではないんですね、でこれ地域に市町村単位に1局しかないラジオ局なんですよということがまず前提でして、石巻を代表するのはこのラジオ石巻と、今は災害 FM という石巻災害 FM という名称で放送させてもらってるんですが、この石巻に特化したラジオなんですね。石巻には、この私たちがこう広げているこの電波のエリアの中には約23万5千人がいらっしゃるんですね、で6万世帯の方が住んでいて、今回は地震と津波の影響で沿岸の方が主な被災者として大変な暮らしを今もこう送られているわけなんですけれども、そういった方にですね、明日どう生きようかとか、それから1年後2年後がどういうふうな街にこう変わりつつあるのかとか、そしてその今仮設住宅で暮らして抱えている悩みがこうなんだとか、こう教えてくれるリスナーさんがあったり、じゃあそういったリスナーさんのために私たちが何とかしてあげたいなみたいな、そういうエリアの中で、助け合いみたいな話がこうつながりあってですね、一つ一つ問題を解決していくことによってのこの石巻の元通り以上のですね、石巻、でもし私たちのラジオ局がこの石巻になかったら、なかった場合とですね、からあったから、私たちが助かった助けられたっていうふうに思われるような放送をやっているつもりなんですけれども、
ありがとうございます、はい、いや本当に今河野さんおっしゃったようにですね、地域に密着した、先ほどあのテーマにもちょっと挙げてたローカルコミュニティっていう部分がすごく大事だなと思ったのが、広いエリアで今回被災というか災害ありましたよね、こうなった時に各エリアごとの情報の共有っていうのはすごく難しいんだな、はい、と思いました、これなんでかっていうと、まあ、一つ石巻ですけど、まあ、例えばですね海側と山側とか、まあ、ざっくり分け方だと、はい、そういったところで情報が全く共有されてなかったりとか、こんな話があるんですけれども、はい、石巻市と女川を結ぶ国道があるわけですよね、はい、その国道が冠水だったり、はい、それから土砂崩れだったり、うん、今通れるのか通れないのか、うん、で行き来している人がいるわけですよね、うん、でそこにそのコミュニティ FM 局同士がですね、うん、連携を取り合って、うん、どっちかがその情報先に握った段階で、うん、まあ、お互いで教え合いっこすれば、うん、無駄な時間をね、うん、過ごさなくてもいい人が、うん、助かるというか、はい、ただ逆にそれはSOS になるわけですから、はい、早くそこをなんとかしようというような情報で、情報共有が連携をしてですね、はい、このラジオが役立つと、まあ、そういうことで、これがですね、まあ、県域放送さんも、一緒に情報共有をしながら、はい、まあ、三重県全体の、はい、まあ、今沿岸ではっていうふうな、はい、ことも今インターネットとかで、はい、便利なものはどん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 活用してて、うん、そうですね、一体感を持たすっていうことが大事なのかなと。そうですね、はい、ありがとうございます、はい。いろいろ、FM 石巻さんとしても今野さんとしても、石巻の現状、放送局としての現状なんかもお伺いしたんですけれども、最後にですね、FM 石巻さんで最近ちょっと打ち合わせの時にですね、ラジオ体操の企画なんかをやられてるっていうんですけど、それっていうのはどういう企画なんですか？これはですね、はい、オラホのラジオ体操と言いまして、オラホの、はい、これはあれですね、オラホは石巻弁で、石巻弁ですか、まあ、私たちとか僕たちとかそういう方言ですよね、はい、で NHK のね、親しみがあるラジオ体操第一の、号令というんですけども、はい、歌ではないんですけどもね、はは、呼びかけ の号令をですね、はい、石巻弁でやったらどうなるんだろうねみたいな、まあ、ちょっとこう遊び心から始まったプロジェクトがあるんですけれども、その目的はですね、やっぱり震災でかなり健康が失われているんではないかと、いうふうに思ってくださる東京の方々が、はい、NHK、それからラジオ体操協会さんと、はい、それからあらゆるこのピアノ伴奏家の方々のこう承諾を得まして、はい、で石巻弁でちょっとこう吹き替えを取り直してですね、なるほど、はい、宮城で大活躍している本間明彦さん、はい、本間ちゃんでね、有名、親しみがね、宮城県の、ご当地タレントさんっていうそうですかね、はい、テレビもラジオもイベントもいろいろ出てらっしゃる方なんですけども、そうですね、まあ、実は本間さんも湯川出身で、まあ、石巻市の市民としてそうです、ね、被災をされているんですね。で、まあ、この、まあ、一つの、まあ、復興プロジェクトとして、はい、一つの目的はその CD を制作してですね、お買い上げいただいたごとにその寄付金として、はい、そういう健康増進のための機関に寄付することも、まあ、できますしと、それからやっぱり今、ね、閉じこもりになってしまった方々がですね、なんかこう親しみのある言葉が外から流れてきたときに、はい、あれこれなんだと、うん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 、で今仮説にその隣同士の方 そのお名前も顔も分かんないっていう、はい、崩壊したコミュニティを再生するには、うんうん、こういったものがあってもいいんじゃないかということで、うんうん、作成したんですね、はい、でかなりあちこちの仮設住宅単位や集会所単位で、うん、そういったものを活用していただいて、なんかやっぱこうみんな笑顔になれるんだよねみたいな、そういう
いいですよね、その笑顔とか、そうですね、というのは一番ですもんね、それ健康、はい、健康になるわけですね、体を動かそうということで、はい、これあの石巻に関わらず被災地の沿岸に特有なその言葉があれば、どん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 その波及していきながらですね、あのみんなで体を動かして一日も早い復興をと、まあ、心の面と体の面と気持ちの面ですよね、はい、そういったことであの取り組んでみました。あ、すごいですね。いや、なんか先ほどちょっと今度その、まあ、本間さん、まあ、これ有名ですよ、宮城県ですごく有名な方で知らない人はいないんですけども、あの今度は宮城県でとどまらずですね、なんか全国にそうですね、という話を先ほど少し聞いたんですけど、はい、もう早速それが、はい、あの YouTube の画像なんかを通してですね、全国世界にこう広まっていったわけなんですが、まあ、これを見たその反響がですね、やっぱり被災地の方々みんな笑顔で頑張ってらっしゃると、はい、で私たちもやっぱりその期待にこう応えなければいけないということで、じゃあ私たちもその自分のところの方言でねやっていいのかという問い合わせもございますし、うんうんうん、それから、なるほど、各県でですね、そうですね、これをやりたいと、はい、この企画をやりたいと、なるほどなるほど、まあ、私たちの前にも実は前から取り組んでいらっしゃってたその、はいはい、まあ、沖縄の方だったんですけれども、はい、そういったものもまあ参考にさせてもらいながら やり始めたものなんですね、はいはい、なるほどですね、そういった企画があるわけですね、じゃあこれはどこに、まあ、YouTube 上でも上がってるっていうことだったの で、ね、はい、オラホの、はい、ラジオ体操、ラジオ体操で、YouTube で検索すると出てくる、はい、ということですね、はい、あとこれは CD でも、CD でも今、はい、ラジオ石巻と、石巻 の石巻日々新聞社さんという、はいはい、この2店舗で CD の方は販売させて、はい、おりますので、はい、1枚500円で200円はあの寄付金として、寄付金の方で、はい、なるほどですね。じゃあこれは欲しいという方はですね、まあ、まず YouTube 見てもらってもいいですし、そうですね、あの直接欲しい方は、はい、そのラジオ石巻さんか、日々新聞さんのお問い合わせいただきたいということで、はいはい、これもどんどん展開は楽しみですね。そうですね、はい、みんなで元気になってもらえればと思います。こういったあのローカルから全国に、まあ、大きいこと言えば世界にグローバルに行ければいいですよね、きっかけに、はいはい、だいぶですね長い時間、はい、あのインタビューしてしまいましたけれども、本日のは、情報の共有とローカルコミュニティについて、まあコミュニティラジオはどういうものなんですかとかいろいろちょっとお伺いしました、今回は11月にお伺いしてますけれども、この被災地の現状というのは、日々やっぱり変化していくので、うん、ぜひまたですね、はい、河野さんにインタビュー、させていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ラジオ石巻の河野さんに来ていただきました。ありがとうございました。つなぎラジオ、今夜は FM 石巻の、部長さん今野正彦さんにいろいろとお話を伺いました。今野さんのインタビューの中でもありました、こちらオラホのラジオ体操ということなんですけれども、まあ、石巻発の地域コミュニティ再生プロジェクトということで、まあ、お国言葉のラジオ体操なんですよね。で、どういった感じのラジオ体操になっているのか、せっかくですのでここでちょっと聞いていただきたいなと思います。オラホのラジオ体操。腕ば銘柄上下げで大きく背伸びっこスペシー、はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、すずはず、1、2、3、4、5、6、腕ば回すべっちゃ、1、2、3、4、5、6、すずはず、1、2、3、4、5、6、足場横さ出して胸の運動、横さ振って斜め横さ大きく、5、6、すずはず、1、2、3、4。というように、こちらはですねフリーパーソナリティの、本間明子さんが、考慮しているという感じですけれどもね、非常にこう国言葉を使うことで、地域住民の連帯感を高めていこうという、まさに、そういう気持ちになるようなラジオ体操ですよね。こちらの、CD は、販売しているということなので、こちら欲しいという方は、
こちらの方にご注文ください。ラジオ石巻電話0225-961010番、こちらの方に、まずはお電話をいただければということになっています。なおこちら映像付きのものはですね、 YouTube でも検索することができるということになっていますので、興味のある方はぜひ、覗いてみてはいかがでしょうか。ということで今日は石巻の、ラジオ石巻にスポットを当ててお送りしました。27p.jp 復興プロジェクトマッチングサイトつなぎプロジェクト。つなぎラジオ7回目の今夜もそろそろお別れの時間です。番組では皆さんからの今の声メッセージをお待ちしています。震災を受けて今思うこと、それから、実際今こういったことで困っている、など皆さんからのメッセージをお待ちしております。そして番組では言葉の力というコーナーをやっています。こちらではですね、読んでほしいポエムや文章がありましたら、ぜひこちらもリクエストをお待ちしたいなと思っています。すべての宛先はこちらとなっています。 E メールアドレス info@27p.jp info@27p.jp となっています。皆様の声をお寄せください。それではつなぎラジオ、今夜もそろそろお別れの時間です。今夜も最後、言葉の力でお別れします。お相手は大阪智夫でした。それでは皆さん、また来週。つなぎラジオ、言葉の力。希望、ローレン・トンプソン。希望、それは遥か彼方の幻なんかじゃない。いつだってほら、すぐそこにある。希望、それは頼もしい腕のぬくもり。希望、それは悲しみの涙、こぼれ落ちた分だけ喜びが染み込む。希望、それはほとばしり出る怒りの言葉、吐き出すことでわかることもある。希望、それは恐ろしい時に助けてと声を上げること。求めれば救いは目の前にある。希望、それは誰かに大切にされていると知ること。自分にも大切な人がいると知ること。希望、それはお母さんとしっかり手をつなぐこと。希望、それはおやすみなさいのお父さんのキス。そばにいてもらえない時にも思い出すキス。希望、それはささやかなことに感じる幸せ。希望、それは思い切って踏み出す初めの一歩。あなたは一人ぼっちじゃない。たくさんの人が同じように感じている。たくさんの人があなたを気にかけている。希望、それは闇を照らすろうそくの炎。希望、それは灰色の雲の上の青空、吹雪の後のまぶしい雪。希望、それは世界に向けて開かれた心。どんなことだって変えることができる。より良い世界へと変える力は私たちの中にある。希望、それはいつも
あなたの中にある。目を拭く時を静かに待っている。